ストリートファイター2は、カプコン制作の対戦型格闘ゲームで、ストリートファイターの正当続編。通称、スト2。1991年にアーケードゲームとして登場し、爆発的ヒットを記録した。本作では、攻撃の強弱を別ボタンに分け、それらを活かすコマンドを用意するなど、後の格闘ゲームでも踏襲される、基本要素が初めて搭載された。 本作では前作である初代ストリートファイターに抜本的な改作を施したことで大きく異なるゲーム性となったが本作の時点で今日の対戦型格闘ゲームにおけるコマンド入力により技が出るシステムの確率が最大の功績となり同ジャンルのひなとなるとともに多くのフォロワーを生み出したまた多くの続編ゲーム機への移植が行われ 対戦型格闘ゲームブームを引き起こした。特にスーパーファミコン版は国内販売本数約288万本、世界累計販売本数630万本を記録している。ゲーム以外にもアニメ、実写映画、漫画、ドラマ CD などの幅広いメディアミックス展開が行われた。こうしたメディアミックスの結果、本作をプレイしていない層にまで、 キャラクター人気が波及。特に女性キャラクターである春霊は男性ハイティーン層に人気を博した。アニメではこうしたキャラクター選考の人気は珍しいことではないがゲームセンター発祥のキャラクターでこの現象が起きたのは春霊が初めてとされている。小学生から上は若年の社会人に至るまで幅広い年齢層に支持されストリートファイター2専門店や 設置の大半がストリートファイター2の店が現れるなどインベーダーブーム以来の様相となった。多くのコンシューマー機にも移植され専用コントローラーが発売されるだけではなくその後発売されるゲーム機では格闘用録ボタンを意識した配置のものが多くなった。日本国外ハード以外の日本での移植はカプコン自身が行っており別な開発会社に丸投げしなかったために 各ハードへの移植クオリティは高かった。スーパーファミコン版はアーケード版で魅力を知っていた小中学生を中心に支持された。この低年齢層が後年の格闘ゲームファンとなっていく。大きく描かれたキャラクターが1対1で対戦する。各キャラクターはプレイヤーの操作により生き生きと動き、またキャラクター間のバランスは続編のストリートファイター2以降、 綿密に調整され、対戦をより奥深いものとした。プレイ中の相手に対戦を申し込む乱入対戦と、いわゆる対戦台のスタイルを確立した作品である。初代、ストリートファイター2の企画やキャラクターデザインを手掛けた安田明は、各キャラクターのインサイドストーリーを作ったものの、 オープニングやエンディングなどに極力力を注がず、また映画的な手法でも表現しなかったと語っている。その理由は、ゲームの戦いの部分にすべてのパワーを注ぎたかったから、ゲームの部分の他にストーリーはいらなかったからだとしている。2の劇場アニメ化の際にも、ストーリーに凝るなら、それより、ストリートファイトという表現をしてほしい。なぜなら、 スト2の登場キャラクターの接点は、ストリートファイトというもののみだからと説明している。ストリートファイター2ターボまでにおけるオープニングデモに登場した二人の無名キャラクターが、ストリートファイトを行っている描写があり、ストリートファイター V の公式ホームページ、シャドル格闘家研究所のキャラ図鑑にて、個人プロフィールが明かされている。現在、商標などのべての知的所有権は、 カプコンのグループ会社、カプコンに USA が保持している。操作系は、各3個のボタンが、上下2列に並んだ6ボタンプラス8方向スティック。各ボタンには、弱、中、脅威力のパンチ及びキックが割り当てられている。レバーを左右に倒すと、その方向に歩いて移動。下方向にレバーを倒すと、その場でしゃがむ。上方向にレバーを倒すと、その方向にジャンプする。 ジャンプの軌道は高めで、足払いなどの打点の低い技は回避できるが、アッパーカットなど打点の高い攻撃には当たる。また、ジャンプ中にはガードができない。立ち状態やしゃがみ状態、ジャンプ中に各攻撃ボタンを押すと基本的な攻撃である通常技が出る。立ち状態の通常技は多くの場合、相手との距離が近い時と遠い時とで、 同じボタンでも異なる技が出る。またジャンプ攻撃も垂直ジャンプ時と斜めジャンプ時とで変化するものが多い。しゃがみ状態で出すキック技や一部のパンチ技は足払いとして立ちガードできない下段着となる。対してジャンプ攻撃はしゃがみガードできない。レバーを入れながらボタンを押すと通常とは違う攻撃になる特殊技が設定されている場合もある。 キャラクターが右向きの時に左方向にレバーを入れると相手の攻撃に対してガードができる。ガードすれば通常技はダメージを受けず必殺技はダメージを軽減できる。ガードにはレバーを真左に入れる立ちガードと左下に入力するしゃがみガードの2種類がある。立ちガードは足元を狙う下段着をガードすることができず逆にしゃがみガードではジャンプからの攻撃をガードできない。 ガードを崩す方法として、投げ技が存在する。相手に接近した状態で、レバーを右、または、左方向に入れたまま、中、または、今日のパンチボタンを押すことで相手を投げ飛ばす。相手が立ち、しゃがみのガード状態でも投げられるので、ガードばかりする相手には有効だが、密着するぐらいの距離でないと投げることができず、不用意に近づこうとしても打撃にで反撃されるため、 簡単に決まるものではない。キャラクターによっては、中、今日のキックボタンによる投げ技を持つ者や、投げ飛ばす代わりに相手を拘束して何度も打撃を当てる、掴み技を使う者も,もいる。また一部キャラクターは、相手と空中で接近した時に投げを仕掛ける、空中投げを使える。それまでの CPU との対戦から人間との対戦に、主眼が置かれ、 ガードの導入により一方的な攻撃でなく、防御も有効な手段となり、多彩な駆け引きと攻防を楽しめる。しゃがみ強キックなどの攻撃を受けるとダウンする。ダウンして起き上がるまでの間は、全身無敵で攻撃を受け付けないが、相手に自由な時間を与える。逆にダウンさせた側は有利な起き攻めを展開できる。短時間に続けて、ダメージを受けると強制的にダウンし、 起き上がっても頭上に星やひよこが旋回している状態で一定時間操作不能の気絶状態に陥ることになる。気絶中は全くの無防備な状態だが、レバーを素早く動かしたりボタンを連打することで気絶時間を短縮できる。しかし気絶時の起き上がりに重ねるように技を出されると防御や回避が不可能であり、強力な連続技を持つ相手だと一気に勝負を。 決められることがある。なお、CPU キャラクターは、気絶からの回復が早い。攻撃ボタンの連打や、レバーの方向入力と組み合わせたボタン入力によって、各キャラクター固有の必殺技を繰り出す。レバーによる、コマンド入力には、特定の順番にレバーを入力していくものと、一定方向にしばらくレバーを入れてから、逆方向へ入れる、ためと称されるものとがある。 打撃型の必殺技はガードしても微量のダメージを負う。後に登場した 2D 対戦型格闘ゲームのほとんどが本作で確立された必殺技及びそのコマンド入力方法を踏襲しており、本作で使用された波動剣コマンドや昇流剣コマンドは他の対戦型格闘ゲームにおける同様の技コマンドを説明するときにも使われることが多い。2のみ1。 512の確率で攻撃ボタンを押した際にレバー操作とは関係なく選択したキャラクターの必殺技がランダムに選ばれ発動するようプログラムされているカップコンによると必殺技の存在をプレイヤーに意識させるために入れられた機能であるこの機能は意図しないタイミングで発動して隙をさらすだけとなっているため2で削除された長年公開されていなかった仕様に 必殺技の出しやすさにランダム性が組み込まれているというものがあった。普段問題なく出せる必殺技が時々失敗したり、全然出なかった必殺技が甘い判定になると出るというものだった。なお CPU は何の前触れもなく必殺技を即座に出せるため、プレイヤー操作におけるため系の必殺技も例外ではなく例としてガイルの必殺技が 使用上において、プレイヤー操作では、絶対に不可能な立ち状態や歩き状態から即座に、サマーソルトキックを CPU は何に躊躇もなく出してくるという場面が存在する。攻撃が当たると、相手がのけぞる。のけぞっている間は防御その他の行動が一切できないため、連続して攻撃を入れることが可能で、一度に大きなダメージを与えられる。 このように相手が防御不可能な状態で続けざまに攻撃を当てていくことを連続技という。着地直前のジャンプ攻撃中パンチ、しゃがみ強キックのようなパターンが2ではよく使われ、後述するキャンセル技が事実上使えないブランカーや、春霊では最も威力のある必殺パターンであった。またガイルの立ち弱パンチなど連打しているだけで大ダメージを与え、 さらに気絶状態から再び気絶させるような技も存在した。この頃の連続技は体力ゲージの1、2から2、3を奪い、通常状態で食らえば確実に気絶するため、当たれば一発で勝負が決まることも多々あった。そのため、2以降は攻撃力が低く調整される傾向にある。連続技とも関連する重要なテクニックとして、 技のフォロースルーの途中から直接別の動作に移るキャンセルが発見された。なお、キャンセルしても連続技にはならず、ガードが間に合う場合もある。デフォルトキャラクター2でプレイヤーが使用可能なキャラクターは以下の8人。プレイヤーキャラクターが8人もいる点も、去ることながら自分が選んだキャラクター以外が敵として登場するというアイデアも当時としては、 画期的であった。なお、竜と剣は、前作から続投しているので、本作から6人の使用キャラクターが追加されている。ボスキャラクター対コンピュータ戦で敵として現れる、プレイヤーが選択可能なキャラクターをすべて倒すと、以下の4人が、順番に登場する。これら4人のボスキャラクターは、4天皇と呼ばれ、続編の2で、プレイヤーキャラクターとしての調整を加えた上で、 使用可能になった。なお、本作の欧米版を制作する際、4天皇のうち、サガット以外は、エムバイソン、バルログ、バルログ、ベガ、ベガ、エムバイソンと名前が交換された。名称変更の理由は、バイソンの姿と名前が実在する、プロボクサーのマイク・タイソンに告示しているので、肖像権に配慮したためと、ベガにこと座のイメージがあり、 日本国外のマーケティングから見るとないをないをしているとされ、中性的なバルログにこの名前が当てられたためである。ベガ名前の項も参照。業務用の追加キャラクター、ツーターボまでは上記の12人であったが、スパ2では以下の新キャラクター4人が追加されている。この4人はデフォルトで選択可能。スパ2のバージョンアップ版である。 スパ 2X では条件を満たした時だけベガの代わりに出現する隠しボスとして以下の新キャラクターが追加された。隠しコマンドを入力することでプレイヤーが後期を使用することが可能。また後期のコンシューマー版では最初から使用できるようになっているものもある。家庭用の追加キャラクター一部のコンシューマー版のスパ 2X 以降のバージョンでは 以下の性能違いキャラクターが使用可能。さらに、ウルトラストリートファイター2では、後のシリーズ作品からの逆輸入として、以下の性能違いキャラクター2人が追加。スーパーファミコン PC エンジンメガドライブサンドゥーセガサターンプレイステーションセガ、マスターシステムドリームキャストプレイステーションに、XBOXWE バーチャルコンソールで、スーパーファミコン版、メガドライブ版、 PC エンジン版が提供されていたが、2019年1月31日をもって、Wii1VC のサービス自体が終了しているため、現在は新規購入が不可。Xbox 360 PlayStation 3W U バーチャルコンソールで、スーパーファミコン版が提供されている。Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One Steam ゲームボーイゲームボーイアドバンスプレイステーションポータブルニューニンテンドー 3DS バーチャルコンソールでスーパーファミコン版が提供されている携帯アプリ iPhone iPod Touch X68000 FM Towns PCAT5 換気アミーが1994年実写映画1994年アニメ映画オリジナルサウンドトラック蘇る藤原経ザ・レジェンド オブチュンリー実写ウェブドラマ春イを主人公としたドラマ CD が東芝 EMI より発売されている。3巻のエンディングで4巻の発売を匂わせていたが、販売は全3巻で終了している。ストリートファイター2春霊飛翔伝説ストリート、ファイター2復讐の戦士ストリートファイター2魔人の肖像、ストリートファイター2を対象にしたものを記載。 ストリートファイター2に関するカテゴリストリートファイター2に関するカテゴリストリートファイター2ターボに関するカテゴリースーパーストリートファイター2に関するカテゴリシャドリューベガさんに関するカテゴリありがとうございます。